厚木徹君、え、日本民主会の厚木徹でございます。えー、まあ、古川大臣に、えー、まあ、質問をですね、初めてさせていただくわけでありますが、あのー、まあ、今日も冒頭おロシアとウクライナのおまあ、問題についてですね、あの質疑もありました。まあ、私もあのー、まあ、非常にですね。 まあこの問題について、ちょっと大臣に質問しようとは思わなかったんですが <laughs>、通告もしていないので、答えるか答えないかはですね大臣にお任せしたいなと思っておるんですけれども、今回、ロシアとウクライナの問題ですね、これ、自由が大切だとか、そしてまた法の支配が大事だとか、こういったものがですね全く通用しない国がですねロシアなんだなとまあいうことがまあつくづくこれ、思うわけです。 でまあ、国際社会が向き合っていかないといけないと、まあ、大臣、答弁されておりましたけれども、まあま、あまあまあ確かにそうなんですけれども、まあ、今、まあ、世界の国々がです、ねまあ、国際社会が経済制裁をです、ねまあ、やっていっておりますけれども、このプーチン大統領にはです、ね、この経済制裁というのは一向に効かない、まあ、軍事侵攻はです、ね、どん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 とです、ねえー、日に日にまあ増していっているという状況にあります。 でえー、じゃあ一方、国際連合はどうなのかというと、まあ、安全保障理事国であるロシアですね、まあ、避難決議にも、まあ、拒否権を発動すると、でじゃあ今度、国連総会を開いて決議しましたけれども、今度こっちはですね、えーまあ、法的拘束力がないというような現状である。でまた、まあ、あの本当にあの ウクライナ軍もゼレンスキー大統領もですねもう本当にあの、まあ、命がけで日々日々戦っておりますが、まあ、非常に厳しい状況です、まあ、そんな中、まああ、武器の、ね、供与はしているところはありますけれども、まあ、日本も防弾チョッキーとヘルメットですかね、えー、提供するということを決めたそうですが、まあ、これあの、ロシア軍のですね、えー、勢力から考えればですね、まあ、なかなか太刀打ちできない。 特にやはり、上空からです、ね、ミサイルを攻撃されると、非常にやっぱり打撃がやっぱり大きいということで、これ、防空識別圏も NATO にやってほしいということを言ってもです、ね、なかなかこれは全面戦争になるというふうのことが考えられると,と思うんですけれども、なかなかこれもで,す、ね、できない状況、本当にあの国際社会はです、ね、今、見てるだけ。 まあ本当にあの今、子どもが160人ですねえ亡くなったとか、民間の人たちが400人亡くなったとか、これ、報道ではありますけれども、非常にまあこうつらいなと、見てるだけつらいなというふうに私はこう感じておるんですが、もう古川大臣がですねどのようにこう感じておられるのか、ぜひお聞かせいただけるんであれば、お聞かせいただきたいなと思います。法務大臣 歴史というものは、一本の大河のようなものだと、私は思っておりまして、やっぱりこのとうとうと流れるその流れの中に、ですねこれ、よどむこともあれば、激流になることもあるし、渦を巻いて逆流することもある、しかし、そのとうとうたる流れの中には、本流というものがあるというふうに私は、ねて思っています。 今回、やはりこのルールに基づく国際秩序でありますとか、力による一方的な現状変更は認めないと、こういう到達点、これはまあ人類社会が歴史の中で、えー、勝ち得てきた、まあ、いわば本流だろうと思います。その本流に対して、今、ロシアによるウクライナ侵攻というのはですね、 ここの巻き起こった渦であり逆流なんんだというふううふに私は思うんですですから、確かに今、目の前で起きているこの激流というのは、この大変な不祥事、人類にとってですね、大変な不祥事、重大な事態でありますけれども、しかし、私ども、国際社会、あるいは人類社会と言っていいかも分かりません、この本流というものをしっかりとやっぱり、この大義として掲げてですね、 このにに向き合わなななければならいないという,ふうに思っておりますそのような意味で、国際社会が今こそ結束するべきだというようなことを先ほど申し上げたわけでございます。でそれで、経済制裁、これはなかなか効かないのではないかというようなまああの委員は、先ほどちょっとそういうお触れになりましたけど、しかし、やはり例えばその経済制裁によって、時間は変わるかもわからない。 けれども私は確実なやっぱり、一つの大きな手立てだというふうに思っております。あのえー、例えば、その制裁を打つことによって、まあ、その反,反射といいますか、その影響として、ですね例えば国際的にあのエネルギーや食料の高騰ということがあるのかもしれないし、あるいはその国際経済、世界の経済に、ですねいろんなその不安材料も起きるでしょう。 でどの国にとっても国際社会にとってこれは非常に辛いことであります。でもこの辛いことをやっぱりこの先ほど申し上げたようなですね、人類共通のやっぱり理想のもとにここはこの結束をして乗り越えていかなきゃならないと、そういう場面だというふうに思っています。非常に重要な場面だというふうに捉えているところです。 経済制裁を出も必要だと思うんですよ、必要だと思うんですけども、まあ、それがですね、そのことによって、まあ、ロシアのですね、まあ、その侵攻が止まるわけではないと、止まるどころかですね、さらに激化していっている状況が、今の一、まあ、日一日のですね、まあ、出来事だということだということです。でじゃあ、これを止めるにはどうして今、今止めるにはどうしたらいいのかといったときに、なかなかこれは本当に。 えー、無力感を感じるなというのが、まあ、私のまあ感想だということであります。で、あの魔法の支配と言いましても、そうですね、あの国際司法、裁判所に訴えても、ですねこれまたあー、まあ、答えが返ってくるのが相当先になるとかですね、でロシアの見ててもですね、 えー、報道ももう完全な報道の弾圧がされてますよね。まあ、本当にあのまあ、そういったことがですね。こう堂々と行われる国がまあ、ロシアなんだとまあ、いうことがまあ非常にですね、えー、分かったということであります。あのまあそんな中で、えー、じゃあ日本にできることは何なのかといったところで、まあ,あの今日も質問がありましたけども。 まあ、ウクライナからあ、まあ、逃げてくる人たちがです、ねまあ、隣の国の、まあ、ポーランドなどにです、ね、行っているということで、えーまあ今日の報道では173万人というです、ねえー、報道がなされておりました、まあ、これはあの、えー、高等弁務官からのです、ねまあ、数字だということでありますけれども、まあ、そういった避難民があこうおられるわけでありますか。 あの政府としてもまあ在留資格も先ほども出てましたけども、1900人のまあウクライナ人の親族や知人の方をですねまあ想定しているということで、それに対しても何んらかの対応をするということだと思いますし、そしてまたあの岸田総理も避難民の受け入れについてもまあ表明しておりました、これ、多数の避難民をこう迅速にですねまあこれ、受け入れようとする場合ですけども、これ、今の難民制度ではですね、 難民認定制度では、まあ、十分ではないというふうに思います。で、まあ、特別な受け入れ制度を作る必要があるというふうに考えますが、まあ、具体的にいつから、まあ、どのようにですね。受け入れをしていこうと考えているのか、お伺いをしたいと思います。古川法務大臣。お答え申し上げます。あの、ウクイライナから、ウク、ウクライナからの避難民の方に。 つきましては岸田総理もですね、えー、もう累次にわたって、これを積極的に受け入れるのだという趣旨の発言をしておられます、えー、そしてまずは、この我が国に親族や知人がおられる方の受け入れをまずは想定をしておると、しかし、それにとどまらずに人道的な観点から対応していくということを繰り返し述べておられる。 わけでありまして、まあ、まさにその通り、これ、政府一丸となってです、ね、この起きていることは非常事態でありますから、あこのまだなお事態は流動的、ますますこれからコロナの度を増していくことも十分予想されていますで、それに対応して、やはりこう柔軟に、積極的に、速やかに受け入れを可能とすべ,きすべくです、ね、関係省庁と、ここは一体となって、えー、この政府全体として、 臨んでいきたいと思っておりますえ、まあ、繰り返しになりますけれども、起きていることは大変重大な案件でありまして、我が国はこの受け入れということに対して、ここはあの全力を挙げて、えー、積極的に向き合っていく、そういうことでございます東徹君。いやあのー まず一つはいつ頃からですね受け入れようと考えているのかという具体的な話、そしてまた、特別な受け入れ制度を作る必要があるというふうに考えますが、どのような制度をです、ねえー、作ると考えているのか、ですねお伺いしたいと思います。与那に、大臣、法務大臣えー、その総理が受け入れの表明をされてから、ですね、まあ、今日までに、まあ、8人の方の、 受け入れが済んでいるというような話を聞いて、報告を聞いておりますが、今後ということですけれども、これはですねあの今申し上げましたように、事態は大変流動的でありますから、この状況も見ながら、この適時的確にですね対応していかなきゃいけないと思います。その際にえーまあ制度と してということでございますけれども、えーまあ、本来は、えーあの、例えばですね、えー、過去において、インドチナ難民、 を受け入れたことがございました。まあ、あのような形でえ、例えばその制度とまあ、委員おっしゃいました。けれども、やはりこのこの特段の事態に鑑みて、やはりこの政府を挙げて特段の受け入れ体制を敷くということは今後議論になってくるかもしれませんそういうことも含めてですね。この今、流動的なこの事態に。 この柔軟に、そしてまあ大胆に向き合っていかなきゃならないと、そういう覚悟は私どもは持っております。現時点で具体的にいつ、このような規模でこういうことをやるということを、今の時点で申し上げるのはなかなか難しいございます東徹君。 まああのいつというのはなかなか申し上げられないということですが、じゃあお聞きしますけれども、今の難民制度では受け入れられないということですよね、だから難民制度をあの受け入れることをです、ね、やるために、何か考えていかないといけないんじゃないですか、その辺はどうなんでしょうか。古川法務大臣、えー、今委員がご質問問ののおりりそういうい題意識は持っておりますで、えー、先ほど来あの 答弁の中でも申し上げましたとおりです、ね、えーまあ、残念ながら、えー、廃案になってしま,しまいました入管法改正案、先の通常国会で、えー、提案をさせていただいたわけですけれども、まあ、この中に、保、え、管、ー、的保護対象者の認定制度を創設するということを、まあ、織り込んでおりました。まあえー、ご指摘ののようにに難民条約にこの、えー の乗っ取った形での難民受け入れというのは、えー、非常にこの,この狭い判断になりがちでございますから、やはりこういう事態にですね、えー、柔軟に対応するためには、そういう制度の整備が必要であろうという考えがございます。そういうい考えの、うん、ののもとにこなった入管法改正の中では 制度の創設を盛り込んでおったわけですけれども、いずれにしましても、そういうご趣旨の制度というのは、私は、私どもは必要だと考えておりますし、必要な法整備を進めていきたいと考えています東徹君。まあその廃案になった法案って言いましたけれども、これ、われわれの例の入管法は、ですねまあこれは必要だというふうにまあ考えて、え、ー われわれとしては、これはもう賛成すべくで,で、すねまあもう党内手続きはして、やっぱり進んでおったところですね、いきなりまあ引っ込められて、あれと思ったわけでありますね。それがきちんと、ですねまあ今回でも本来ですね、法案を提出すべきだったんじゃないんですか古川法務大臣。えこの出入国在留管理。 を私どもお預かりしておるわけですけれども、やはりここで大事なことは、ですねえまあ外国人をルールにのっとって受け入れて、そして適切な支援をして、しかし一方で、ルールに違反するものに対しては、ですね厳正に対処すると、こういうことでもって、この出入国在留管理ということに対する、 このきちんとしたあの行政を行うという責任を私どもはお預かりをしておるわけです。そういう観点から、その九段の改正案においてはです、ね、さまざまな観点から論点を盛り込みまして、改正を目指したわけでございます。しかし、一方で、その改正について、さまざまな意見がありました。 ですから、そういうこのいろんなご指摘、ご意見にも、このしっかりと耳を傾けながら、やはり私ども、しっかりしたこの責任を全うするために、ですね必要な法改正を進めていく、その考えに変わりはございません。しかしながら、このしっかりしたいろんなご意見を聞きながら、進めていくということでございます東徹君。 まあ入管法のお、まあ、改正についてです、ね、えーまあ、質問はまた別途用意はしておるんですけども、あのーまあ、今日ずっと質疑を聞いておりましてね、そのまあ、保管的保護対象者の受け入れというところをです、ねまあ、きちんと入れていれば、で今回です、ね、本来、法案を提出しと,しとけばです、ね、まあ、これが審議できたということですよね。そうなると、今回、法案提出してないということは、ことはですよ。 これ、難民受け入れにはものすごく時間かかるんじゃないんですか。西山次長委員ご指摘のとおり、今回のウクライナ人の方で避難をされた方が、必ずしも難民に、入管法上の難民に該当するかというと、なかなか要件に当たらない場合も考えられるところでございますけれども、その場合におきましても、 つまり難民に認定することが困難な場合でも、人道的な配慮からしかるべき在留資格を付与して、日本に受け入れるということは、政府一体のとしての取り組みの中で、入管庁としても柔軟に対応していくということでございます東徹君。そしたらもう一度確認しますが、まあ、今回ですね、まあ、その前の昨年ですね。 えまあ法案提出しようとして、してまあ廃案になった法案がなくても、なくてもですね、まあ、今回の、まあ、ウクライナからのです、ねまあ、難民認定制度にはこれ合、ま、合わないと私も思うんですけども、非常に難しいと思うんですけども、まあ、合わないかもしれないけども、受け入れは行っていくことができるということでよろしいんですか。西山次長 あ,のあくまであの緊急事態としての対処としての,その人道的な配慮に基づく対応ということでございまして通例、例えばですけれどもあのもしそのウクライナから避難されたクウクライナ人の方がです、ね、あのあの我が現行法上の例えば就労資格に該当する要件をお持ちであれば あその,あの在留資格を認めることはあの可能なんですけれども、必ずしもそういう方ばかりではないと思われます。まあ、そういった場合に、ですねあの法務大臣が個々に活動内容を指定して、在留資格を与える、ー、特定活動という資格がございます、まあ、それを付与するということで、在、え、留、ー、を認めるということも、方策として考えられるところでございます。ただこのの特定活動というのは あの何にでも使える実は資格ではございませんで、これをあの一般的にその何にでも使えるようになると、在留資格制度そのものがあなくなってしまうというか、根底から崩れるような話になりますので、これの特定活動、付与するについても、実はこういう緊急事態における人道的配慮として行うというものでございまして、そのあたりをご理解いただければと思います東あ大。大臣今手を挙げてらっしゃる 今起きていることはですね、えーまあ、冒頭、今日私が、えー、ご答弁の中で申し上げてまいりましたように、これは非常にこの国際社会が結束をして望まなければならないというほどの重大な事態が今、発生しておるわけでございます。で我が国がが国この事態ととどううう向き合うかという時に、えー、岸田総理が 表明されましたようにですねこの逃れてこられる方々の受け入れにできる限りのこの万全の努力をするということを積極的なこの意思を表明しておられるわけですですから制度としては確かに先ほどの補完的保護対象者の認定制度というのがあればまあ、それはそれで良かったのですけれどもまあ、残念ながら今はそれがございません それではじゃあ、この今起きているこの緊急事態にどう対応するかというときに、やはりその総理がですねそういう政治的な判断も含めて、政府一丸となって、前向きに取り組むんだということを表明しておられます。で具体的には、認定、難民、いわゆる難民認定の制度に該当しない、難民と認定されないものであっても、ですねその人道上の配慮から、人道上の観点から、ですねやはりこう受け入れを積極的に進めていくと。 いうこことととをもって対応することとしております、えー、従いまして、この具体的な時期とか、その時点における規模とかっていうのを、今、予断を持って、この具体的に申し上げることはできませんけれども、こう政府の姿勢として、えー、そのように積極的に受け入れをしていくということでございます東徹君。じゃあ、あ法改正ができてなくても、まあ、今回ね、えー、難民を受けることができると。 まあ先ほどどの,のかどうか分かうりませんがまあできるとただ、これ、もう今、170万人、日に日にですねもう何万人単位で増えていってるわけですので、迅速にやらないとまあいけないというふうに思うんですね。だから、いつからかまだ分からないでは、だめだというふうに思いますので、早くですねまあ結論を出していただきたいというふうに思います。あともう一個だけですね質問させていただきたいと思いますが、これ、古川大臣はですねご自身のまあブログでですね、 まあ、核兵器禁止条約の締約国になるべきだというふうに、まあ、書かれておられますで、えー、今ですね、これ、ロシアの、これ、私もですね、これ、核兵器のない世界というのは、まあ、これ、理想論としてですね、やっぱり日本はやっぱり唯一の被爆国として、これは掲げていくべきだというふうに思いますけれども、今思いますけれども。 今、現実的にです、ね、起こっているこの、まあ、ロシアがです、ね、核兵器の使用をです、ね、こうちらつかせるような、まあ、そういった言動でもって、まあ、ウクライナの武力でこれ、侵攻している現状を見てです、ね、まあ、核兵器禁止条約への対応をです、ね、これ、どのようにまあお考えなのかです、ね、お伺いしたいと思います古川法務大臣。今、お触れいただきました、私自身のホームページに書いております記事はです、ね、私が責任を持って書いた記事でございます。 えー、その上でその、この条約をどう考えるかというご質問ですけれども、私は今、えー、法務大臣としてここに立っておりまして、この所管外のことについて、えー、発言をすることは控えさせていただきたいと思っております東徹君。まあ、あの所管外のことですから、あまあ、控えると <laughs> いうことですから、まあ、私はあの大臣の思いもですね、えー まあ別に、まあ、発言しても問題ないのではないのかなというふうには思うわけでありますが、まあ、あの非常にですねあの、まあ、私は、ですね、まあ、これあの、まあ、今回のようなあ、やっぱりロシアの,やっぱりこの行動、言動、まあ、見ておりまして、ですねやっぱり非常にやっぱりこれ、理想論は理想論としてやっぱ掲げながらもですね、 やっぱり現実は現実として、やっぱり考えていくということも、ですねやっぱ必要だというふうに思います。あのまあ、日本はですね比較三原則というのをですね、まあ、国会決議でやっておりますけれども、まあ、もちろん他の法律とか条約があって、ですね、えー、作るとか、それから保有するとかあいうのはできませんが、まあ、あの持ち込むとか、ですね、まあ、そういったことのですね、 まあ議,論ね、議論だけは、ですね議論だけは頭の体操はですね常にですねやっ,ぱやっておかないと、まあ、何かの時が起こった時にですねやっぱり対応ということもやっぱり考えることもですね考えていくことは必要だというふうに思いますし、またそうやって考えることがですね非常にですね抑止力にもですねやっぱつながっていくのではないのかというふうに思います。まあ、考えることまでですねやめてしまってはです、ね、やっぱりいけないというふうに思いまして。 えー、私のおまあまあその質問の私もまあ大臣に聞いた以上はですね、えー、私のまあ考えもですねまあ述べさせていただいたということでございます。まあもうほとんどほぼ時間がありますんで以上で質す。漏らすまありがとうございました。午後一時に再開することとし休憩いたします。はい But uh...